顔面骨折とは、顔面における骨折である。顔面骨は、主に、尾骨、頬骨、古い骨、上顎骨、下顎骨からなる。側頭骨を含めることもある。顔面骨は多様な機能を有しており、骨折分や機能障害により、医師や歯科医師により治療される。地域や病院により異なっているが、むねかきのように振り分けられることが多い。また、 上顎骨骨折を含む顔面骨多発骨折では頻度が高いものとしてレフォート I 型、レフォート2型、レフォート3型の3つの型に分けられる。顔面骨骨折では上気道の確保、出血のコントロールができていれば生命に関わることは少ない。救急救命センターなどに運ばれるような重篤な状況では脳座症や脳内出血、 頸椎損傷などの治療が優先され、顔面骨の骨折の治療は、全身状態が安定した状況で行われる。顔面骨の骨折は通常、上、中、下の3つの部分に分けて論じられる。上3分の一の骨折は、全額、前頭道、鼻骨などを含み、その位置関係から、脳座症、頭蓋内血腫、頭蓋底骨折、髄液微老などの合併が多く発生する。 骨の制服を行う場合は、これらの合併症を考慮した処置を十分に行った後で、もしくはそれと並行して行う必要がある。中3分の1は、主として、上顎骨,骨骨折などの顎顔面損傷、他に頬骨骨折、眼下吹き抜け骨折などである。頭蓋底の骨折を伴う場合には合併症や、様々な脳神経の障害を起こすことがある。 頭蓋内合併症に対する処置の後、顔面骨骨折部の甲線固定、学間固定、また、有利した上顎骨に、眼下外炎への吊り上げなどを施し、征服するとともに、交合不全を強制する。下3分の1は、下顎骨骨折で、抗菌や、口腔内諸筋の収縮により、交合不全が引き起こされるため、学間固定を施して強制する。両側の骨折線が、 離常口の下部、剣士下、上顎道の全壁を通り、翼郊外科から長頸骨翼上突起の下部に達する上顎の横断骨折である。郊外の可動性が大となることが知られる。尾骨を横断し、上顎骨前頭突起、涙骨、眼下下炎に及び眼下底の下眼下列から、頬骨上顎方号に至る。後方は、上顎骨外壁から、翼郊外科に至る。 ピラミッド型骨折である。尾骨を横断し、眼下口壁を経て、下眼下裂、頬骨の前頭突起を通り、後方へ向かい、上顎骨と長頸骨の間を通過する。顔面骨が頭蓋底と分離する。ありがとうございます。